ウイロウと、そのパッケージと説明ウイロウは、神奈川県小田原市のウイロウ家で作られている、大衆薬の一種。ウイロウは、ジンタンとよく、似た、形状、原料であり、現在では、甲虫清涼、消臭等に使用すると言われる。ウイロウ薬、当陳香とも言う。中国において、王の孔むる冠にまとわりつく汗臭さを打ち消す、ためにこの薬が用いられたとされる。 明楽寺の、ウイロー伝来の地石碑14世紀の岩朝滅亡後、日本へ亡命した、旧岩朝の外交官であった、陳宗義の名前に由来すると言われている。陳宗義は、明王朝を建国する、主元唱に敗れた、陳友寮の一族とも言われ、日本の博多に亡命し、日民貿易に携わり、輸入した薬に、彼の名が定着したとされる。室町時代には、宗義の子、 早期が室町幕府の庇護において京都に居住し、ウイロー家が代々ウイローの製造販売を行うようになった。京都の公家日記の一つである吉岳日時期には1402年に陳ウイローが京都にあって維持に従事したとする記録がある。早期の孫にあたる本家四代目の蘇田は足利義政が将軍であった時期の京都での活動が知られ、医薬や日民貿易、 レンガを介して、慶安、源ン、亀、泉ジュ、伊勢貞宗、この絵ーを通う、三条にしさねたか、中見門信ブタとの交友で知られている。戦国時代の1504年には、本家四代目の蘇田の子とされる、宇野定時を家祖として、ウイロウの分家が成立し、北条総運の招きで、小田原でも、ウイロウの製造販売業を営むようになった。小田原ウイロウの当主は、 代々、宇野東絵門を名乗った。この記録を裏付ける資料はないものの、この時期に、陳蘇田の悲観とされる、宇野東五郎という人物が京都から、駿河国の今川氏下の下に下校したと記録されている。北条総雲は、氏下の後見人の立場であったことから東五郎と面識があったことが十分に考えられ、このとうは、定住本人かその身内と考えられている。 さらに遺説として、新編相模国風土機構には、ウィローカが京都から小田原に下校して、宝城ウジツナが宅地を与えたとする説を載せるが、ウジツナが当主になって間もない大英年間には、小田原ウィローカの活動が確認できる。したがって、永正元年が事実ではないとしても、永称年間に、宝城総運、ウジツナフシとウィローカの間に関係が成立して、その関係で、 小田原に移住した可能性は高い。1539年に、宇野藤う門は、北条氏綱から、川越町郊外の今成郷を与えられ、小田原州所領役長にも、今成にて200巻465分を与えられた、馬回り州の格式で記載されるなど、小田原移動家は、ご北条家から所領を与えられて御用商人としての役割を果たしたと見られている。 ご法上家滅亡後は、豊臣や江戸幕府においても保護がなされ、名字立て脇が許された。なお、京都ウイロー家は現在は断絶している。ウイロー社江戸時代には巨炭をはじめとして万能役として知られ、東海道、小田原宿名物として様々な書物やメディアに登場した。東海道中膝栗毛では、主人公の北八が歌詞のウイローと勘違いして、 薬のウイローを食べてしまうシーンがある。歌舞伎十八番の一つで、早口言葉にもなっている。ウイロー売りは、蘇我頃と宗が、ウイロー売りに身をやつして、薬の効能を言い立てるものである。これは二代目、市川段十郎が薬の世話になったお礼として、創作したもので、ウイロー家が薬の行商をしたことは一度もない。ウイロー売る店舗は、城郭風の東派風作りの建物で、一種の、 広告等になったが、関東大震災の際に倒壊し、再建されている。太平洋戦争中は、企業統合により、製薬企業及び薬品が統合されていったが、ウイローはそうした状況においても、処方、製法が維持された。現在もウイロー家が経営する薬局で、市販されているが、購入には、専門の薬剤師との相談が必要である。当とは引く 2015年1月31日へ閲覧。新舟吉骨董バンクハット、ウイロー遺力、ゼトウジンの子なり、鬼日本家ども誕生、鳥頭な、号外老以長の勘なり度を抜群、のゆ、人々示せかん、マネキーンのハット ABC 中丸和則、新ウイローうのけと、北条うじつな、のぶたね狂気、英称14年5月12日上名前は、伝わっていないものの、 この絵のお通りの日記、後方上寺、小通後期、英章16年正月7日上において、陳曽田に弟がいたことが確認できるため、この弟が、宇野東五郎もしくは初代東江テージであった、可能性もある。株式会社イローウイローの歴史、ありがとうございます。